はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ブルームーンチャンネル4ズープスキューブということで、ショートアップデートをお送りします。マルチメニューフローをですね、たった今コミットしたばかりなんですけども、何ができるかと言いますと、管理メニューの方でですね、マルチメニューフロー、こちらの方に来まして、設定フローのところですね、このように、URL モジュール名と URL と、あとそこに渡すパラメータを書いて、このパラメータが一つでも合っていれば、次の、リンクにジャンプするよっていうような感じの、アップデートです。で、ちょっとですね、細かく説明していきますと、はい、この2つフォーラムに書いて、メッセージに飛ぶっていう感じです。いろんな業務アプリに応用できると思うので、皆さんもいろいろやってみてください。ですね、サンプルをお見せします。フォーラムの初めての、とこに新規トピック、フォーラム ID1 のとこですね、ジャンプしますっていうことで入れると、投稿した後、はい、マルチメニューフローネクストリンクって言って、ワードプレスの方の入力で、ブログポストになります。こんな感じです。以上、使ってみてください。アップデートでした。